皆さんこんにちは。Bレジェンド管理用紙の布目です。今日第12回は炭水化物についてその4になります。今日は食物繊維についてのお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。食物繊維はですね、前にお話しした通り、不溶性食物繊維と、水溶性食物繊維に分けられます。どちらも人の消化酵素で、消化できないものというのを、食物繊維というふうに呼んでいます。では、それぞれの特徴について、お話ししていきたいと思います。まずですね、不溶性の、食物繊維についてなります。不溶性の食物繊維 の主な働きを紹介します。まずですね、腸の運動を活発にします。腸は蠕動運動という動きをするんですけれども、それをすることによって、正常に腸が動くようになります。そうするとですね、腸の状態が正常な状態になりやすくなったりですとか、あとはこの不溶性の食物繊維によってですね、便の量が増加します。傘が増すっていうふうに言ったりするんですけれども、便の量が増加します。でそれによって便の排泄というのが促進されることが分かっています。でこれらのことがですね、起こることによって、どんないいことがあるかって言いますと、腸内環境の改善ですとか、便秘や腸の病気の予防っていうのが、それによって期待することができます。で続いて、水溶性の食物繊維の特徴についてお話しします。水溶性の食物繊維は、水分をですね、吸収して、膨張膨らむ、そういう性質があります。ですので胃の中での停滞時間とかも、延長します。他の食べ物とかと一緒に食べても、胃の中で食物繊維が膨らむことによって、その後の小腸に、ゆっくりしか行かなくなるので、それによって、吸収する時もですね、小腸で吸収される時にも、食物繊維、水溶性食物繊維が膨らむので、それによって、吸収が緩やかになって、血糖値の上昇が、緩やかになることが見込まれます。あとはですね、コレステロールの吸収も、抑制してくれます。コレステロールは吸収抑制して、それを体外に排泄してくれる、そんな働きもあります。それによって期待できることとしましては、糖尿病ですとか、脂質異常症ですね、こういった、疾病の、予防ですとか、症状の改善というのが、期待することができます。でこの食物繊維についての、過剰摂取と、不足した場合のお話ですね。前も少ししたんですけれども、まず食事においてはですね、食物繊維っていうのはあまり摂りすぎる心配っていうのはありません。ただ、難消化性の、オリゴ糖というのが、よく商品とかで出回っているかと思うんですけれども、こちらが添加されている、食品を、たくさん食べ過ぎてしまうと、便が緩くなったり、することが、あります。あとは、サプリメントでですね、大量に摂取すると、下痢をしたりですとか、あとは体に、必要な栄養素っていうのの吸収を妨げたりしてしまうことも考えられますので、サプリメントで摂取するときには、摂りすぎないように注意をしてもらいたいと思います。で、不足する場合ですね、不足した場合にはですね、やっぱり、こういった、便の話もしたんですけれども、便秘になりやすくなったりですとか、あとはですね、この食物繊維というのは実は心筋梗塞との関係というのが、相関性があるというふうに認められています。ですので、ちゃんと食物繊維が摂ることによって、摂っているといいんですけれども、不足することによって心筋梗塞ですとか、こういった糖尿病ですとか、そういったものの発症率が、高まるという懸念がありますので、食物繊維を、十分に摂っていただければいいかなというふうに思います。で最後にですね、じゃあ食物繊維が何にどれぐらい、含まれているのかというのを少しだけご紹介したいと思います。
食物繊維ですね、まあ、この、不溶性水溶性問わずにですね、まあ、一食単にして、まあ、食物繊維が、多く含まれている食品、ちょっと代表的なものをいくつか挙げてみました。まずですね、まあ、主食ですね、主食の中から、まあ、お蕎麦ですと、まあ、一玉ですね、大体一食で 3.6g ぐらいで、玄米ご飯ですと、まあ、一膳で 2.1g ぐらいですね。これはですね、まあ、精白米になってしまうと、これが減ってしまいますので、まあ、玄米ご飯とかね、雑穀米とかの方が、より多く含まれています。で、納豆、1パックで、3g です。で、これがですね、あの引き割り納豆になりますと1パックで 3.4g 入っているので、もうちょっと多くなります。で、おからですね、50g、だいたい2分の1カップなんですけれども、こちらで 5.8g で、ごぼうは、4分の1本で、2.9g、 アボカドは半分でですね 4.8g、 結構多いですね、これね。で、しいたけ、きのこ類もね、あの入ってるんですけれども、しいたけは、1個で 0.4g、えのきは2分の1玉で、1.6g ぐらい入っています。で、まあ、先ほども言いましたが、こういったね、食品で摂る場合には、まあ、物理的にあのお腹がいっぱいになってしまうので、食べ過ぎ、食物繊維の摂りすぎっていう心配を、まあ、する必要はありませんので、ぜひですね、あの食物繊維が、豊富な、食品っていうのを、積極的に摂っていただければと思います。では今日第12回目は、炭水化物その4ということで、食物繊維の、それぞれの特徴についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。